皆さんおはようございます。おはようございます。緊急事態宣言が発せられて7都府県が特定をされ、それぞれの知事の措置がスタートしております。そうした状況下の中で大きく人々の7割、少なくとも7割、極力8割の人の接触を減らそうということで、大変大きな抑制がかかり、社会的、経済的な活動の停滞と不安が大きく広がっております。これはその緊急事態宣言が始まる前の状況からは大きく一変しているということを率直に受け止めなければならないと思います。そうした国民の生活状況、経済的な状況、あるいは心理的な不安などなど、それを政治が受け止めて迅速に素早く対応していく取り組みが重要だと思います。そうした認識のもとに、昨日安倍総理大臣に私からこの際一次補正の案の中で検討されていた生活給付、初帯あたり30万円の給付、これをやめて一人当たり10万円、これを所得制限なしで一律でやると、そのスピーディーな対応が国民から広く支持されることは間違いないと思う、決断をしてくださいということを申し入れました。午後にまた総理とのやり取りがありまして、そこでその30万円の給付はやめて1人当たり10万円の給付に入れ替えて、そうした部分的な補正予算の一部組み替え、これを公明党として求めますということをお伝えをいたしました。その後両党、自公両党の幹事長、また政調会長の会談が断続的に3回にわたって協議が行われましたけれども、結論には至りませんでした。公明党から求めたその所得制限なし、一律1人10万円という案について、どういう形でやるかという明確な回答は得られておりません。またやり方として一次補正、これを一部組み替えてやるということについても否定的な対応であり、それについても具体的な回答は得られておりません。このままではその後の状況に大きな差し支えが出てくると思います。一次補正予算は医療支援、あるいは中小企業等の支援、大事な内容も多々含まれております。しかし我々の認識では、この生活給付のところを組み替えたとしても、今月内に政治の意思決定をスピーディーにやれば成立させることは不可能ではないと、このように認識をしております。だからこそ一刻も早く政治決断が必要だと、このように考えるわけであります。この30万円の給付を強行しようとすると、その実務を担う地方自治体の職員の方々は収入の判定、これをせざるを得ません。そこでの事務負担は大変な負担を強いることにもなりかねません。そして今の予算規模、制度設計では、この緊急事態宣言が出された後も広く大きく広がって厳しい影響を受ける人たちに対しては届く範囲が極めて限られてしまう。そういうことを考慮すると、この一次補正で30万円の初帯給付をやったとしても、果たしてどれだけの国民の皆さんの支持が得られるか、そのところを我が党としてはよくよく考慮して、それならば今の状況にもっと広く対応できる一律1人当たり10万円の給付、これを組み替えて実行すべし、一次補正で実行すべしということをご提案しているわけであります。考えてみれば、こうした経済対策を検討する過程で我が党としてもそうした1人10万という提案をしておりましたし、自民党からもその
案、野党からももう一部その種の提案が出ているわけでありますから、その後の緊急、事態宣言の状況を考えれば、それはその国民の期待に広く沿う内容だと私は受け止めております。ぜひその意味でも早いこの政府与党の意思決定をして、一次要請の出し方について結論を出し、その手続きを急ぐべきだ、月内成立が可能だと考えます。そういうことを昨日幹事長会談で繰り返し斉藤幹事長、また石田政調会長から自民党の方々にはお伝えをいたしました。今日午前中、この前に総理と電話でやり取りをいたしました。改めて公明党の考え方をお伝えした上で、ご検討をいただくようにお伝えをいたしました。安倍総理としてもそれを引き取って検討するというお話でありましたので、その結果を見守りたい、このように思います。ことは極めてスピーディー、国民の窮状をしっかり受け止めて判断をする、大きな政治判断が必要だ、このように思います。この経済対策を構想し始めた当初の状況から大きく変わっている、そうした認識が今の我々与党の政治家に求められる、その見識と責任ではないかと、このように私は思いますが、皆さんいかがでしょうか。そうした意味で公明党としては結束をして国民の期待に応え、そして今この政権がしっかり団結をしてコロナの克服に邁進しなければならない、そう思います。共に皆さんと頑張りましょう。よろしくお願いします。以上です。